ナラパティシールにより建てられたスーラーマニジーン、ナラパティシールはパガン王朝の王、チャニャスー二世とも称される。伝説上の人物も含めると47代目の君主にあたる。パガン朝において重要な役割を果たした君主の中で最後の人物であると考えられ、スリランカとの交渉で混乱していた王国の統治を再び安定させた。その平和と繁栄の下で、 独自のビルマ風文化が交流し、旧文化や文文化の残影から脱していった。彼の知性において、主にビルマ文字が用いられるようになり、碑文にもマランマという表現が見られるようになった。祖父、アラウンシードゥは全ビルマを治める統一的な法体系を築こうとしたが、これを受け継いだナラパティシードゥは、王霊によって、学僧、ダマビサーラに監修法を編纂させた。 長年腕の腫瘍を患っていたが、苦しむ姿を見かねた、非戦の側室の一人がナラパティシールが寝入った後、側室自らの口を持って脳を吸い出した。その献身を課したナラパティシールは、彼女の子を時代の王とすることを決めた。後のナンダウンミャーである。ありがとうございます。